はいどうも、カウボーイクッキングのお時間です。今日の先生は、自己紹介お願いします。自己紹介で、はい、オレゴンで馬のトレーニングやってますマークです。知ってる人は知ってると思いますけど、はい、はい、じゃあ、まあ、カウボーイ飯は飲みながらやるということで、はい、乾杯からです。チーズ。先生、今日は何の料理ですか？今日はね、カウボーイ飯っていう題名ですけど、豚バラチャーシュー。いいね。最近僕が作って、これ大当たりしたちょっとレシピっていうかで、来た時にね、食べさせてもらったんやけどね、超うまかった。美味しいでしょ、うん、うん、それを何回ももう今、3、4回作ってるんで、超うまい。ご飯にかけて食ったら、はい。あれがね、ちょっとうるさいんですけど、はい、牧場あるあるで。じゃあ、それの作り方を教えてもらいます。はい、じゃあ、まず用意してもらうのは、豚バラブロックですね。豚バラブロック、敬語じゃなくていいから、はい、画面に見てる人別に了解、はい、豚バラブロックを用意してもらいます。重さは別にどういくらでも構いません。これ例えば何グラム？これはね、多分1キロぐらいあるのかな。だから2ポンドちょいぐらい、うん、もう外の容器を捨てちゃったんで、分かんないです、はい、ちなみにこっちで何本ぐらいで売ってるの？これのこの塊で、12ドルちょっと、13ドルぐらい。高いんか安いんか分からへんけど、日本に比べたらずっと安いんじゃないかな、ね、日本、うん、お肉はやっぱりアメリカは安いです、はい。じゃあまず下ごしらえからいくんですけども、よくある豚チャーシューとかと同じで、うん、まずは肉に穴を開けていくんですけど、フォークでもいいんですけど、僕はこれバーベキュー用の鋭いやつ、これでやる。鋭いやつあるもんで、うん、はい、結構奥まで行くんで、これを使います。じゃあ行きますね、はい、穴をはい開けてって、これなんか自分の手を置いて刺してみるとかそういうギャグないの？ね、考えたことあったんだけどそれはねやらない、痛いから、病院行きたくないんで。こっちに来てから、ここに来てからね、結構 ER お世話になったことがありますので、その話はまた別の時にねやりましょう。聞きながらやってもいいけどいや、いいです。頭かち割った時とかね、言ってるやん。クラハの人たちはよく知ってるかもしれないですけど、そうや、うん、とにかく穴をこうやって開けてって。結構シャープね。そうそうそう、刺さんね。触ってみる？いや。結構ね、俺はしつこく穴を開けていくタイプなんで、味染み込むように。うん、そう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 、下味がね、うん、そう。こういうね、下ごしらえってね、俺のチャンネルではあまりやらないんですよね。ちなみにね、レシピって言うけれど、うん、塩の分量とかよく料理教室 の料理番組とかであるじゃない、うん、塩を何グラムとか胡椒を何グラムとか、うん、申し訳ありません、適当です。カウボーイ飯ですか？はい、その辺はご勘弁ください。まああと見てもらえれば分かると思うので、うん、次僕はね、これガーリックソルト使いますね。ガーリックソルト、ニンニクの風味が入りますんで、ガーリックソルトで、ブラックペッパー、この2つと、これね、最近よく使ってる僕の尊敬する YouTube 料理研究家のリュウジさんがよく使ってる俺その YouTube 見たことある。いいでしょ、あれめっちゃ混んだやつからめっちゃ手軽やつから作ってあるんだよな。そうそうそう、時短とかで酔っ払いながらね、大好き、あれ見てるの楽しい。まあ、とにかく味の素を使ったりしますんで、もし使いたくない人がいれば、はい、そういう。日本ではなかなか手に入らないかもですね。日本の食材なんですけど、とにかくこれを。なんだ、かわいい。ガーリックソルト。
もう、はい、分量は、はい、適当です。もう両面結構ね、味やっぱりアメリカ人とかってあの味濃いのが好きだから、うん、日本人からするとあのめちゃくちゃ結構かけてんね。そう、いろんね、あの食べ物むちゃくちゃ味濃いのがたくさんあるから、俺はもう結構しょっぱいかなと思うぐらいかけちゃいますね、うん、下味だし、後であのこの後焼いて茹でるし、うん、そうするとあの水にねちょっとあの塩とか溶けちゃう。取りながらビール飲むんかい。うん、いやバレてないかなと思って。まあいいけど。胡椒も結構。ほんまやね。うん、かけます。ああでもやっぱりそういう。そういう肉にはいっぱいかけてるよね、こっちのあれ見ても。うん。バーベキューとか見てもさ、うん、あのお出汁を見し出汁を染みしないよね。うん。うん、ちょっと揉みながらで、味の素もそんなに、ね、味の素そんなにがっつりかけるっていうあれではないけど、うん、あったらあの使ったらもうちょっと味一味加わるかなとは思います、うん、味の素やからね、うん、そう それがやっぱり名前がいいよね、味の素みたいな。そう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 、そういう感じ。はい、じゃあ、下味は肉には下味はつきました。次、OK、こう下味がついたんですけども、このあとねちょっとね、できればラップとかにくるんでもいいかもしれないですね。ラップとかにくるんで下味をちょっと染み込ませる感じにすればさらにいいと思います。3年ぐらい3年は俺もしか3年で死んでるかもしれないから、もう2、30分とか。そうね、うん、2、30分でもいいし、うん、早く作ってって思う人は15分ぐらいでもいいかもしれない。でもこうやって置いとけば、ちょっと置いとけば味が染み込むと思うんです。こういう時間が多分大事なんよね。まあラップはね適当に適当に、はい、はい、でこれで冷蔵庫にちょっと休ませます。はい、はい、先生、これが3年前に仕込んだあれですね。3年前じゃないんだけど15分ぐらい、20分ぐらいですかね。20分ぐらいちょっと寝かせておいた、冷蔵庫で寝かせておいたお肉ですね、下味つけて、はい、でこれを今から焼いて焼き目をつけて、その後煮ていきます。お、はい、で、まあ、まずは焼き目をつけるということで、まあ、こっから水が入った火にかけて、僕はね、ごま油好きなんでごま油よく使うんですけど、はい、やっぱりチャーシューとか日本食とかアジア系の料理を作るときにはごま油ってやっぱり風味がね、いいね、いいと思うんですよ。ですよ。じゃあこれどう思う？いや、いいと思いますよ。はい、今日ジェイク自分で作ってないから、うん、水分とアシスタントやから飲みながらやってます。はい、もう顔覚えねえしだからね、ちょっと飲みながらやらないと、うん、やっとられへんっていう。楽しみ。もうこれ火つけてんの？火をつけてます。はい、今鍋ちょっと水をね、ちょっと水気があるんで水気を飛ばして、油を引いて、これからお肉を焼いて焼き目をつけて肉汁を中に閉じ込めるという作業を入っていきますね。
で、こちらがそれを全部やったやつですとか。キューピー3分クッキーじゃないのやってるけど、そこまでうちらあの予算がないんで。いや残念ながら全部ちゃんとやってくれるところを見せてくれるそうです。油、はい、ごま油、これね、アマゾンで買ったあの日本から来たあの本当のごま油、こっちで、あのこっちでも売ってるよね。こっちでも売ってるけど、こっちのごま油ね。あ、いい匂い、いい匂い、うん、本当これ匂いがねものすごいいい。じゃあ下味つけたやつを、はい、下味をつけたやつを僕はまずはあの脂身の方から。おお、うん、あのこの脂が出てさらに脂が、ああ、なるほどね、はい、川魚は川からっていうもんね。同じかな。同じじゃ、豚も川魚の一種ってことかな多分。はい、そういうことにしておきましょう、うん、はい、はい、先生、奥に見えるのはこれアリーナですか？そうです、アリーナです。うちのあのインドアリーナ200フィートかける100フィートのあのインドアリーナです。超広い。上に来てください。ああ、みんなオクラホマじゃねえや、オレゴンに来たら。なんでオクラホマっていうんやろうな。オクラホマはなんか有名な馬のショーがあるんちゃうの？そう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 、あそこはあのレーニングとかね、うん、あのメッカだから、でこうやって焼き目をつけながら繰り返しながら。ああ、もうこれじゃあ強火？強火です、うん、はい、もう強火であの焦げる寸前っていうかぐらいまでもうあの焼き目をつけちゃいます。そしたら短時間で、もうすでに美味しそう。はい、匂いがね、うん、いい匂い、超いい匂い、うん、ただあの鍋振ったりするのはちょっとあの鍋にくっつかないように。なるほど、はい、一応ノンスティック、この鍋もノンスティックだったんだけど、今あの何年か経ってはノンスティックらしい、まだらしい、はい、そんな感じです。この鍋もアマゾンで買いました、はい、アマゾンの回し物らしいです。アマゾン信者なんで。おー、ほんまいい匂い、ね、いい匂いがしてきましたね、先生。はい、そうでしょ。何その作ったようなジェイクさん、どうですか？いや、いいですよ、はい、このままね、これであのこうまああの本当に外側カリカリになるぐらいまで、あのこっち側の広い面、両方の広い面だけじゃなくて、あのこうやってあの横側もね、あの焼き目をつけて、焼いていきます。味を閉じ込めるってこと？そうです、そうです、そんな感じで、ね、はい、あの結構時間、ちょっと時間がかかるんで、うん、あの一回止める、はい、この後スキップ、はい、スキップ、はい、パッチミョン。あ、行っちゃった、まあ、はい、こんな感じで外側に焼き目がかなりいい感じで焼き目つきました。ちょっと焦げるぐらい、それでもいいと思います。あ、この後煮るんで、うん、はい、焼き目がついてもそんなに気にならないと思い、焼き目って焦げ目がついてもそんなに気にならないと思います。これサイドも焼いたんよね。サイドも焼きました。横も焼き目をつけて。どうやって立てて？そう、立て、まこうやって立てて焼き目つけますね。今ちょっと火止めちゃったんで、もう、うん、あんまりジュージュー言わないですけど、ね、そんな感じで横側も。もう旨味というか、ちょっと肉汁を閉じ込める感じで。なるほど。はい。そういう風に焼いていきます。で、焼きの作業もこんな感じ？そう、こんな感じです。はい。じゃあ次、煮ていく煮る工程に移りますんで、はい、ちょっと、ここで。スキップ。はい。はい。じゃあ次、焼き目がついたんで、これから、煮ていきます。煮ます。うん。で、煮るのは
水も結構使うんだけど、うん、お酒とみりんと、水とあとね、あのネギの青いところ、これね、沖のアメリカで探すのむっちゃくちゃ難しいんですよ。あの小口ネギ、うん、こっちはあのグリーンオニオンっていうと小口ネギが主流だから、ちっちゃいのばっかりで、この手のこれぐらいの大きいのが一番大きいんですよね。それ日本やったらあの長ネギでええの？普通の長ネギで十分です、うん、はい。それと生姜の臭みを消すのに、ね、あの、うん、長ネギと生姜もね、売ってるんですけど、まあ、こだわりあんの？こだわりはあるわけじゃなくて、こっちの方が安くて使いやすいんで、うん、もうすでにおろしてあるやつ、チューブでこっち売ってますんで。私は吸って使いたいんですって人は別にそれでええの？すらなくてもいい、スライスして、うん、そのままぶち込んでも全然大丈夫です。ああ、そっかそっか、うん、まあそんな感じで、まずは水を足していきますね。ああ、もうこれじゃあこれでもう煮る作業もすんの？もう焼き目がついたんで、もうすぐに煮る工程に進んでいきます。まあ火かけてぐらいから半分、肉の半分ぐらいでもいいかもしれない、水自体はね。これに大好きなポン酢、これ小竹梅ですけど、一番安い。まず一口味見るするんじゃん。したいね。でもやらないです。はい。ごめんなさい。ね、もうカウボーイ飯なんで分量は適当です。自分で。いいっすね。なんか酒瓶持つ手が様になるな。ハットなかったらおじさんやんな。自衛隊で鍛えられましたね。ちょっとカールおじさんに見える。カールおじさんって言うな。はい先輩。次はこっちで売ってる。みりん、これね売ってるんですよ、こっちで、アメリカで。あ、でもみりんって書いてある。そう、普通のグローサリーストアって食料品店で売ってますんで。ああ、見たことある。ミツカン、あれ酢か、みりんやね。うん、サンラックってこれね、アメリカの、はい、会社ですけど、うん、どんぐらい？あ、これもねちょろちょろぐらい。結構入れんね。うん、照りが出るし、みりんを使うとね。で、甘さが欲しかったらお砂糖を足してもいいです。オッケー。それ黒砂糖？これはね、アメリカでいうブラウンシュガーっていうですね、日本でいう三温糖かな、まあ、に近いから、うん、まあ好みで。はい、好みで。甘さはこっちの人は甘いの好きなんで、うん、アメリカ人に作る、アメリカ人用に作るにはお砂糖を足したらいいかもしれない。ーマークレシピでは使ってない？使う、その時の気分によります。前回のめっちゃうまかったんけど。前回のは使ってないです。これね、俺らが来る日に合わせてね作ってくれてたよね。超うまかったね。人たちはヒットだったでしょ、あれ、ね、美味しかった。ご飯にかけて食ったら、ね、最高やった。自分で食べても美味しかった。で、長ネギ、はい、これ、ね、もうちょっと水足してもいいかもしれない。もうひたひたになるぐらいまで。もう水を足しましょう。もう少し。こっちの方が肉がちょっと盛り上がってる。あれですけど。まあこんな感じでぐらいで。うん、は目分量ですからね。あ、ジンジャーが入ります。はい、生姜の匂い、香りが好きな人はちょっと多めに入れてもいいかもしれない。結構生姜の香りが効くと食欲をそそります。いいね。で、これで煮て大体3年ぐらい。いや
近いかもしれない。そう。俺はね、30分以上は煮ます。中が半生っていうか、だから、なんていうのかな、ローストビーフみたいにちょっと中がピンク色に なってるぐらいか、いい人は30分から40分ぐらい、それよりももっとウェルダウン、もっと火が完全に中まで火が通ってるのがいい人は1時間ぐらい煮てください、はい、そう、出来上がりはなんか柔らかさに違いが出てくるの？肉だからやっぱり煮すぎると硬くなる、でも豚バラがいいのは脂身が多いから、脂身って煮てもあんまり硬くならないじゃない。そっかそっか。そうそう。俺豚肩とか、ももとかっていうのを前に使ったけど、あ、これを作るのに。チャーシューをね作るのに実験してみたけど、脂身の少ないのはやっぱり煮すぎると硬くなっちゃう。ボソボソになって。ラーメンとかにチャーシューで入れるときに薄く切らないと食べやすい。ああ、やっぱチャーシュー口の中でほぐれるぐらいがいいよね。そうそうそう、そこよそこで。豚バラの場合は脂身が多いんで、厚めに切っても脂身の柔らかさで、それと脂身の甘さが、いい具合になるんだよな。口の中でいい具合になりますね。いい具合、はい、そうそうそう。で、沸騰してきたら火を落として、だから弱火で30分。30分から45分ぐらいかな。ぐらいで、だから、まあ、ステーキでいうと、ミディアムレアぐらいかな。ああ、なんか、っていう感じで。ガウボーイ的な。ミディアムレア好きだからね、アメリカ人は。俺も好きよ。やっぱそうよね。頼むの何？あ、ステーキ、ミディアムレア。そうやね、はい、カウボーイはみんなミディアムレアで、中身が切った時にピンク色の、そうやね、ブルーレアとか頼む人おる？友達に。ウェルダウンを頼んでる人を見たことがある？いや、ブルーレア。ブルーレア、もうめっちゃなんか生ピクピクして動いてるぐらいのやつ。そんなのみんな、俺の友達もミディアムレアっていう。それ牛刺しやん、ただの。そうやな。とにかく、はい、これぐらい今煮立ってきました、はい、で火の加減を落として、これから、45分ほど煮ていきます、はい、蓋して、はい、蓋をし、蓋します、はい、蓋します。で今30分から45分ぐらいもう煮ましたかね。おー、いい感じですね、はい、今火を落として、もう馴染んだ感じ。そう、馴染んだ。英語でもいいよ。いや、ね、そうじゃなくて、ちょっと今火を止めて、沸騰はしてない状態です今。で、これはこのままで、このままほっといても大丈夫です。はあ、ね、このままほっといても。3年ぐらいほっといて大丈夫。3年好きやね。なんかなんとなく。ね。これから、タレ、つけだれを作ろうと思います。はい、はい、タレいきます。はい、切った方がいい、うん、はい、じゃあつけだれの方を作っていきたいと思います、はい、でつけだれ使うのはね、醤油、酒、みりん、これめんつゆ、めんみってこれ北海道限定、北海道の人わかります？見たことない、はい、北海道人にとってはめんつゆっていうのはめんみ、これ一択です。北海道出身やからね、このカールおじさんは。カールおじさん、マークおじさんは。カールおじさんって言うな。とにかく、この秘密の駅は何？これね、こっちでね、アメリカでアマゾンで買った醤油ラーメンのスープベースっていうやつを買ったんですよ。うん、ラーメンのめんつゆ？そうそうそう、ラーメンの、だし？つゆ？だし？汁？だしじゃなくて、つゆの返し？返しだけが。濃縮やったっけ？そうそう、濃縮です。
濃縮の。でも濃縮のまんま使うの？でも薄めで使うの？濃縮のまんま使います。うん、はい。で他のあの酒とかみりんとかで薄まるんで。ああ、なるほどね。はい。で、それで生姜、おろし生姜、おろしニンニク、それにあのあとあのちょっとピリ辛にしたいなと思ったら鷹の爪ですね。うん、これあのうちのあのお客さんから、もらって、あの自家製の自家栽培のあの唐辛子を。ハバロネ？いや、ハバロネじゃなくて、あ、そうな。レッドペッパーなんだけど、まあ、のそれを入れて、あの辛みを足してください。じゃあ。行ってみましょう。分量は適当っていうらしいんで、はい、全然適当です。あの一応、はい、しっかり取っとこう。どんぐらいかっていうのをなんとなく分かるように、はい、もうね全然適当で、はい、酒が入ります。酒です、これ酒。ほんと次はみりん、これみりん入れますね。ちょっとやっぱり照りも出るし甘みもありますからね。これ使い切っちゃった。使い切ってました。はい、あのこっちはスーパーであの普通に売ってますんで。麺味、はい、麺味、これ麺味入れます。こんぐらいかな、ちょっと少なめでもいいかもしれない。多分これ見てる人ね、日本の人が多いんちゃうかな。だからみりんとか全然手に入るんちゃう。あ、うん、いいみりんとか使ったらもっと美味しくなるかもしれない。こっちのはもう限定ね。あんまり選択肢が選択肢ないな。選択肢がないから、うん、みりんって書いてあったらもう即買いやな。そうで、このあの豚バラチャーシューのあの味の決め手はこのラーメンスープ、うん、これが味噌、うん、いや醤油なんだけど味噌です。分かった分かった、オッケー。これこっちで買ったんやね。アマゾン、アマゾンで買った。もうアマゾンの回しもんや。アマゾン信者ですから。はい、はい、はい、どんぐらい入れるんですか。ね、これもまあちょろちょろ適当ちゃ適当で、あの油もね入ってもいいです。はい、うん、入らなくてもいいです。マークのでかい手が邪魔。すいません、ちょっと舐めて。あ、美味しい、やっぱりこれ美味しい。それうまいやろ。うん、なんか少なくなってきてからまた買いますわ、アマゾンで。はい、アマゾンさん、はい、前のお世話になっております。なんか送ってください。ほんまやて。はい、あのすりおろし生姜ですね。これあのこっちでよく売ってるあのチューブのやつ、日本でいうチューブのやつ。結構入れるね。結構入れますね。あの僕はあの生姜のあの香りがついてる方が好きなんで。それとガーリック、ニンニクですね。これも同じぐらい、はい、これぐらい入れますかね。はい、わあ、いい匂い。はい、ね、いやもううまそうやね、これだけで。匂いがいいでしょ、うん、うん、すごい匂いがいいんですよ。混ぜて、はい、これで混ぜて、これにね、もしあの甘口にしたいなと思ったらお砂糖を入れてください。はい、アメリカ人は入れたぐらいの方が好きかもね。そうです、アメリカ人は甘めの味付けが結構好むんで、あのアメリカ人向けに作るときには僕は砂糖をあの足したりします。さあ、多分ね、こっち照り焼きブームやね。そうそうそう、流行ってるの多分。照り焼きがね、あの受けたのはあのただ醤油の味だけじゃなくて、あの甘み、みりんの甘みがね入ってるのがあの俺も受けましたね。俺も好きやけど。はい、はい、混ざったのがこちらです。はい、これです。あとはもうあとあのこのね、あのジップロックバッグっていうか、あのこれ日本で手に入るの？あ、こういうバッグ、あの袋、ビニール袋はあの日本でも簡単に手に入りますね。はい、これにお肉を、あのお肉が粗熱が取れて冷めてきたら、これをお肉を入れて、これ粗熱って専門用語が出てきましたよ。このタレに漬け込むだけです。はい、ちょっとじゃあ実演販売。実演販売ってまたね、ちょっとね暑いんです。ああ、じゃあもうちょっと待つ。もうちょっと待った方がいい。手やけどしたらいいし。やけどしてるし。はい、ああ、な、はい、スキップ。はい、じゃあの肉がね、粗熱が取れて冷めてきたんで、それをで、これをですね、あの密閉容器、ジップロックで、はい、ジップロック。今日本でもジップロックってもう普通に売ってる。売ってるのかな。売ってるんちゃう。うん、そうだと思うけど、こうね、あの
容器の袋の中に入れまして、で最後の仕上げですね。そのつけだれをかき混ぜて、はい、中に流し込みます。はい、しっかり浸かりましたね。おお。ちょっと匂い嗅いでみる。おお、いい匂い。うん。いいでしょ。いい、めっちゃいい。これを、あ、空気を抜いて。抜いて。そうですね。一晩でもいいんですけども、何時間？僕はね、24時間ぐらい。つけときます。つけてさらにあの次の日あのこれをこの肉を切って、で一口大の スライスにしてさらに漬け汁の漬けだれの中にまた戻します。あ、でさらに漬けと、あ、一枚一枚に味が染み込むと。はい。あのこの袋に戻す。必要はないです。あのもう皿でのタッパとか、うん、そういうのにあの肉を切ってそれを並べて、うん、その上からタレをかけてさらに染み込むようにするとさらに美味しいです。あ、はい、いやうまそう。あ、中央だれ出てきた。はい、これをあの冷蔵庫で一晩以上、目安は24時間ぐらいはつけた方がいいよっていうこと。そうですね、僕は24時間ぐらいつけるんですけど、あの一晩でも別に大丈夫、はい、うん、ちょっと薄めに味はつきますけどもしっかりあの味はします。でも切ってからもう一回つけとってそれでめっちゃ味染み込みそうよね。一枚ずつやったらスライスして、うん、スライスってどんぐらいで切んの？あのね、これそれは人好き好き、うん、あ、でもチャーシューやから、6ミリぐらいでもいいと思います。はい、あのラーメンの上に乗せるんだったらあのもうちょっと薄いか、薄くしてもいいですし、あの厚くしてちょっと漬け込んラーメンの汁に漬け込んでっていう、うん、あの冷蔵庫で保存するんで油が固まるんですよ。あ、はいはいはい。で油が固まるとあの食べた時のその冷たいままだと食感があんまりあの良くない。なるほどね。これその油が溶けたこの豚バラの油が溶けた状態があの油の甘みが出て本当に美味しくなります。この辺も美味しそうですよね。ホットゲッチュ。はい、じゃあこれを冷蔵庫に入れるわけですか。はい、これを冷蔵庫に入れて、24時間はーい。はい、冷蔵庫の中身はビールしかないです。サーモンあるやん。あ、サーモンある、ほんまや。あ、今日買ってきた納豆がある。はい、はい、カウボーイのカウボーイ飯これ、ね、あ、ちょっと最後はさ明日一緒に移ろうよ。え、あ、明日一緒に移ろう。味見したいの？したいね。明日また味見して、うん、ですね。それも取ろう。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございました。先生ありがとうございました。はい、それじゃあですね、約24時間タレに漬け込みました。さあ出来上がりはどんなでしょう。出来上がりはちょっとまっすぐだったらよかったけどね。あ、ま、でもいい匂い。匂いはいいよね、うん、最高。これをちょっと、どうしよう。長いとちょっと切りにくいから半分にして、うん、こう輪切りっていうか。おお、なるほど。でしょうかね。いきます。包丁の使い方下手だから見てる人で危ねえとかって思う人がいるかもしれない。ごめんなさい。本当にね。これ中身、はい、こんな感じです。ちょっとピンク色でね。なるほど。はい。これ焼き加減によるって言ってたっけ。焼き加減というかこれはあの外を焼いて中はまだあの生の時にから煮て
煮るからこういう風になりますよね。なるほど。でこれももう少し半生に従ったらあの煮る時間をちょっと短くするというかそういう風にして、はい、でこれを今度は、これは好みでもうやったらいいですか先生。そうですね、この先生ってちょっと先生と言われるほどのバカでなしと一回切るよ先生。味見始まってますけどちょっと一旦切ってね、ちょっと味見してたら美味しいから、ね、うまいね、うん、美味しい、いや最高、うん、はい、じゃあのこれ切った後ですね、切ってから、うん、これはちょっとね他の容器に移し替えます。で移して、あこれだったら多分全部入るな、いけそう、いけそうです。余ったらちょっと入らなかったらあの味見しながら数を減らす手伝いますぜひぜひ、はい、で冷やしておくとこの脂身の部分ここね冷蔵庫に入れておくとかなりあの凝固してそのまま冷たいままで食べるとちょっとねちょっとしつこい、あうん、したらねあの小皿にとって電子レンジで温めるとこの脂身の部分がとっても柔らかくて脂身の甘みがものすごい出ます。なるほど、はい、美味しいです。そしてこれ実際にラーメンにのっけて食べたりも、やりますやります。もうあの普通のインスタントラーメンとかでも袋ラーメンとかでもこれのせるともうグレードアップ10倍うまなんな、うん、はい、切ってですね別の容器に入れました。でこのせっかく作ったね美味しいタレ使わないともったいないのであの入れます。であの味をさらに染み込ませます。これ来た時に出してもらったやつでほんま、あはい、これめっちゃ染み込んどったもんね、うん、あれで1日置いたぐらいって言ってたっけ。そうそう、あの切ってこうやって切ってあの入れといて容器に入れといてから、こっちにこれこれ俺たちのちょっとこれをそうです、この手でこれで、あとは蓋をして冷蔵庫で、そうですね3、4日ぐらい持ちますかね。冷凍したら、冷凍するときは多分あのでっかいまんまで冷凍した方がいいと思います。あー、塊切る前にってこと？そうそう、切る前に、だから食べる分だけあの大きさでちょっと大きめに切って、うん、で小さい、まあ、小瓶とかに入れたり、それとか同じこのつゆをこのまま使って、そこにまた漬け込んで、はいはいはい、はい、あのラーメン屋さんなんか結局同じタレをどんどん突き出して使ったりしてるでしょ。なるほど、うん、多分そうやね、秘伝のタレやろ。そう、うん、ずっと同じタレをただ突き出しで、うん、はい、これだとどんどんうまみが増していくと思います。 ありがとうございます先生。いやこれが、豚バラチャーシュー、カウボーイ豚バラチャーシューの完成です。ありがとうございました。はい、バイバイ。バイバイ。はい、どうも、始まりました。カウボーイ飯のお時間です。先生、いきなりです。今日は、こうやって、オクラホマのマークの牧場に来ております。オクラホマ。カット。ハット忘れてる。